絡み合ってる糸こんにゃくのように俺らの友情もなんか絡み合ってるくね。ニキッパの夢とさやです。お願いします。はい、ということでですね、今日の企画はアメリカンジョーク、アメリカンあ、わかったわかった。おはようおはよう。おはよう。昨日、うん、もうお尻から火が出るぐらいびっくりするニュースがあったんだ。解説しよう。アメリカのなんだろう、コメディドラマとか、これコメディ映画とか見てたら、こういうなんとかだよみたいな、なんとかのようななんとかが、じゃがいものようななんとかだみたいな、なんかそういうやつあるじゃないですか。それを2人で、そう、ヒとアイラの言い直しを作って外国人っぽく生きようってやつですね。私たちなりのアメリカンエクスプレッションを作っていこうかなと思います。ということで、レッツゴー。キー、うちらの関係最高だねって勇気。そう。おはよう。おはよう。てかさ、うちらってさ、マジで仲良くない？イエーイ。だよね、マジで。なんか絡み合ってる糸こんにゃくのように、俺らの友情もなんか絡み合ってるくね。おう。いや、うちこれのうちの方がお手本だわ。あ、じゃあお手本した。ヤッホー。ヤッホー。え、好きな YouTuber 誰？え、あ、水溜りボンド。一緒じゃん。え、好きなの？うん、めっちゃ好き。何何？え、一緒じゃん。一緒じゃん。結構趣味合うよね。うんうんうん。え、なんかうちらってさ、マジでさ、うん、なんかトーストとイチゴジャムみたいな関係じゃない？あー、合うってことね。うん。あー、まあ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 。ぽいでしょ。うん、ナチュナチュ。ナチュナチュナチュ。すげーナチュ。ナチュ。じゃあ最低みたいな感じのニュアンス。あ、お前最低みたいな感じのニュアンスのド。ド。え、ってかさ、うちのポーチ知らない？え、うん、知らん。知らない？うん、わかんない。でもここにさ、いたのささやだけだったからさ、多分さや、え、さや撮ったよね。いやー、でも撮ったっていうか、まあ、借りたみたいな。あー、でもちょっと使っちゃったみたいな。え、でもそれ撮ってるんだよね。うん、まあまあ撮ったって言ったら、まあ撮ったって考える人もいるかもしれんし、まあ借りたって言ったら借りたって思う人もいるよね。待って、本当にお前は頭の中がどんぐりで締められてるのかって疑っちまうくらい。それは、うん、悪口。ねえ、何？私のさ、永井くん撮ったでしょ。え、いやいやいや、普通になんか告白されたから付き合っただけなんだけど。はあ、あんたお祭りの時に買った綿あめを3日後に食べたような女ね。なるほどね、お祭りの時綿あめを3日後に食べた。でもいいわそれ、うんうん、そう、嫌でしょ。嫌だ、カチカチで最悪じゃん、うん、しかも可愛い、なんかでも綿あめって言ってるからなんか可愛い感じで、うん、すごいいい、すごいいい、うん、あ、よかった。可愛 い, いシチュエーションはテストで点が悪かった。ああ、はいはいはい、いいね、いいね、っていう悲しみ。あ、はいはい、夢のテスト返ってきてたよ。あ、ありがとう。あ、40点か。冷蔵庫に入れて楽しみにしてたプリンが賞味期限切れになった時ぐらい辛いわ。あー、しみじみしみじみほとばしる。あ、さや、テスト返ってきてたよ。うん、あ、ありがとう。うわ、カルボナーラなのにチーズ一切使われてないやつみたいな感じ。フェス楽しいよみたいな。うんうんうん。で行くね。明日？ん？今日？あ、今日。今日フェス？の電車、朝の電車。ガタゴトン、ガタゴトン、うん。あ、今日のフェス絶対楽しいよ、ね。楽しいよ。絶対楽しい。いやマジでファミチキのあのチキンがいつも5個なのにあの6個入ってるぐらいの感じやわ。あー、確かに、うん、7個だったらもっといいのよね。じゃあさやは、じゃあ今日これからディズニーランドに行く。
カタンカタン、カタンカタン。いやー、ディズニー楽しみだね。絶対楽しい。え、もう、あれつけたい。耳。あ、耳ね。やばい、もう。あれだわ、なんか遠足の前日にはあお菓子は300円までって言われてたのに、なんか翌日先生が急になんか500円まででいいよって言って200円上がった時ぐらい、なんかそのワクワクするぞ。でも、例えて言うのはなんかいい気、語彙力上がる気がする。確かに、うん、表現のね、幅がね、うん、広がるしね、こうやっぱさ、楽しいっていうだけじゃさ、人によってさ、ちょっと感覚が難しいけどさ、そうそう、なんかこう具体的に言うとさ、みんなとさ、共感し合えるからさ、うん、いいよね。そうそう。しかもだって、最近もうなんか喜怒哀楽全部なんかヤバい化してきてるじゃん。っていうこと。だから、あ、全部ヤバいっていう。そう、全部ヤバいっていう。確かに。通じるから。うん。だからもう、やっぱもうその前、こっちじゃなくて、近くに行こうっていうね。パラレルワールドへ。旅行に友達と行って、うんうん、最後にその友達とお別れしちゃう時の寂しさぐらい寂しいけどバイバイ。カフェオレ牛乳 75% 使用、乳飲料10度以下。ワオ。